はい、皆さんおはようございます。今ね、静岡市葵区栄町というところを走ってます。で、ここはまあ1号線ですね。バイパスではない1号線を今ね走ってるところで、ちょっとね、静岡は今局地的にこうね雨が降ったり止んだりしている、まあ、こんな感じでね、道行く人もこう傘さしながら歩ってたりですとか、まあね、自転車もね前こうやってねカッパ着て走ってたりしている状況です。で、時刻が今8時半ぐらいでね、ちょうどあのもう今通勤通学のねラッシュの時間帯で、まあ、非常にこう、まあ、雨っていうこともあって乗用車も多いですし、まあ、こういう感じでね自転車も車道走ってるので、なかなかねこうちょっと注意をしながら走らないといけない、まあ、状況です。はい、これちょっと怖いんでね、ちょっと待ってくださいね、これ怖いな。ね、この自転車も確かにねこう車道を走らないといけないってことになってるんで、まあ、法律的にはね OK なんですけど、どうしてもねこうトラック遅いとはいえトラックの方が速いので、やっぱね幅も広いですし、で結局抜かして、でもこう発進遅いんで、で、まあ、自転車からしたらこう、ね、見通しも悪いわけじゃないですか。だからね、非常にこう抜かされ抜かし抜かされみたいなのね、結構こうせめぎ合う感じになりそうでね、非常にこう走りづらかったりするんですけど、でやっぱりこういう通勤時間帯だとね、どうしてもこう右に避けながらこう行こうと思ってもなかなかね難しかったりするんで、ちょっとねそこら辺も注意しながら行きたいと思います。静岡の駅にまあほど近い場所なんで、まあ、非常にねこう走りづらい、まあ、やっぱりもう自転車ね多いし、ちょうどこう見る限りね、ママチャリ乗ってる人とか、あとはまあ子供さんね、保育園とか幼稚園に、まあ、保育園かな、こうお届けするのにね2人でカッパ着させてね乗ってるお母さんがいたりとか、まあとにかく急いでるわけですよね。で、まあ乗用車もやっぱり通勤時間帯っていうのは急いでるんで、結構無理しがちな運転、もうちょっとでも隙ありゃもう差し込んでやろうみたいな、そういうね運転の人が多いので、非常にね、まあ、気をつけながら行きたいところです。はい、で、まあ今日はねこのまあ静岡県からまあ埼玉にかけて、まあ、卸しと積み込み、まあ、積み込みというか集荷ですねを、まあ、8件こう、ね、立ち寄ってやらないといけない、なかなかねこうハードな工程なわけです、で、まあ、ウィングなんでねこの車、あのウィング使えればいいんですけど、ウィング使えない場所ばっかり、もう後ろから下ろすことが前提になってるんですよね、まあ、なんで要は配達が残ってる状態で集荷もしていかないといけないわけですよ、まあ、そこがね非常に厄介だ。今回の工程だと、まあ、荷物が3分の1弱ぐらいですかね、まあ、4分の1までいかないけど4分の1よりちょっと多いぐらい、どうしても残ってる状態で、ある程度集荷も、まあ、パーセンテージでいうと、大型のパーセンテージでいうと 15%20% ぐらいですかね、積んでいかないといけないので、なかなかねこの積みながら下ろしながらってのはね難しいんですよ。で、まあ、物もねあのカゴで積んだりするものもあるし、まあ、バラでね当然積むものもあったんで、そこら辺を考えながらやるのがね難しいですね。はい、まあね、今日はそういう、まあ、実際ね仕事をして、まあ、あのやってる方だったらね、トラック経験ある方だったら分かると思うんですけれども、まあ、要は俗に言う集配というやつですね。で、まあ、人によってはねその集荷ってものがないと思ってる人もいるんで、配達だけではねそんな大変じゃないんですよ、まあ、普通にね積むのを一番最後に下ろす順でね積んでいけばいいんで、ただこうやって、まあ、配達をしながら集荷となると、理想としてはこう静岡から今、まあ、関東の方に、まあ、関東というか要は神奈川県の方に戻っていくんですけど、その戻り際にやっぱりこう集荷もしていきたいわけですよ。ただ卸し場はそこよりちょっとずっと遠いところを下ろさないといけないので、その集荷がね手前からあるわけですよ。だから本当時間に余裕があるときは最初に卸しだけ終わらして、集荷をね後からまた静岡の方のこっちの方に戻って集荷をするってことも、まあ、できなくはないんですけど、非常に無駄じゃないですか。で、結構静岡県ってこう横に長いんで、もうその行ってこいだけでも1時間半から2時間ぐらいロスするんですよね。それだったらちょっともうね、荷物配達残ってる状態でも集荷してっちゃおうかなとかね、やっぱ思うわけですよ。まあ、そうしないとね労働時間も守れない可能性もありますしね。まあね、そんなので工夫してやるんですけど、これがねなかなかやっぱり、慣れてても大変、やっぱりそのね集荷する物量も決まってないんですよ。だから何がどれぐらい出てくるかもわからない状態で、
それをねやってこうってなるわけで、だからその集荷した荷物をその手前に置いてくっていうんですかね、どん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 手前に置いていくわけじゃないですか。要は奥にそんなねそこそこの荷物があるんで、うん、それかその荷物を一回出してで集荷したものを、ね、奥に詰めるっていう手もあるんですけど、その配達が残ってる状態で2件集荷しないといけないので、なかなかねやっぱり難しいんですよね。その配達したものを、しかもその下ろした場所でじゃあ荷物を前に置いといてとかね、なかなか時間もね同じところに止めてできないんで、まあとにかくねそんな感じで今日はね今頭の中がねちょっとこうパニックです。はい、どういう風にしてこれね間に合わせようかな、どういう風にしてやろうかな。一方ででもこういう風に考えながらやっぱり運転手ってか運送業楽しいんですよね。これがうまくいった時のこのね達成感っていうのがねいいわけですよ。でもね実際結構ピンチです今日は。卸5件の積み込みが3件、そうだから積み合わせも迷うんですよね。皆さんだったらどうします？やっぱり先に配達全部終わらせてからもう2時間ぐらいロスするけど、そこまで戻ってちゃんと頭から、まあね配達終わればもう頭も空っぽなんでもう全部決めていけるじゃないですか頭から。まあそういう風にするのか、それともやっぱ配達途中でやっぱりね効率を重視して、時間効率重視して、まあ当然早く帰れますしねその方が、時間効率重視してもう配達途中でもそれを拾ってって、うん、ちょろちょろだったらいいですけどね、2、3個とか。そうじゃないですからね、そこそこの量を2箇所積んでいくと最後にやっぱりその配達が残るんですけど、その配達を下ろすのにその動線を確保するのもね大変なんですよ。でやっぱり1回そのね積んだ荷物を例えばカゴ台車とかに積んであればそれを1回下ろせればいいんですけど、そう下ろせない状況のところなんで、まあ、そうするとねその箱の中でパズルを組み合わせるようにその動線を作っていかないといけないですよね、荷物を下ろす。だそこねちょっと今悩んでるところですよ。まあ実際ねその集荷場所に行って荷物がどれぐらいなのかでね、まあ判断するしかないんですけど、まあ次寄るところがその卸しした後にそこは集荷できる場所なんで、要は卸して集荷をしないといけないところなんで、だそこでねその出てくる荷物の量によって次のところを飛ばすか、もう一箇所目の集荷先を飛ばすか、もしくは量が少ないようであればその次の集荷場所も寄ってから最後の卸し地に行くかっていうのをねちょっとこう考えていきたいなと思いますね。まあでもね話変わりますけども非常に満ち込んでますよ今日は。まあねこの静岡っていうのはねもう本当にこの1号線しかないんですよね、横移動が。まあバイパスか、まあバイパス向こう通ってますけど、バイパスかこの旧道か。まあ今日はね非常に混んでる、で雨もねちょっと降ったりやんだりですしね。まあねそんな困難なんだわけですよ。いやー頭使うわ。でこれやっぱりこれはこちらの都合ですけど、どん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 遅くなると今度どんどんね東にもどんどん時間かかっていくわけですよ。で最近なんかまあ東名なんかもねやっぱりもう16時とかになってくると横浜町だとかねあの辺混んでくるんで、まあそうするとどんどん後手に回る、うん、でまあその荷物を下ろすところでもねある程度早い時間だとこうね荷物引いてくれる人がいたりするんですよ。どうぞこっち流してくれればこっち置いといてあげますよみたいなねいるんですけど、あもう遅くなると誰もいないで自分でシャッター開けて下ろしてあっち置いといてくださいなんてなると、もうねそれ運ぶだけでも無駄な時間になってくるし、まあ、どんどん後手に回るっていうこのね悪循環、これはね本当運転手あるあるだと思いますよ。何か一個トラブルとかちょっとした、ね、懸念があるとそれがねどんどん増大していくみたいな、そういうのはねもう本当運転手あるあるなのかなと思いますね。まあなんでねまあ今日ね、まあ、これ上がりでね、まあ、ただあのうちの、ね、配車も、まあ、優秀なんで今回はまあ私あの当日上がりで希望出してるんですよね、うん、その日にちゃんと卸工程まで終えられる仕事にしてほしいですってこう言ったら、あ分かりましたっつってね、まあ、無理に組んでもらってるんで、まあ、文句は言えないんですけどね、まあ、なかなかねそのいろんな状況の中で配車の方々もこう組んでくれてるんで、まあね、そこは感謝しかないんですけど、だそういうやっぱり感謝はやっぱり、ね、やってくれてるなと思うから、じゃあ自分もちょっと、ね、頑張ってやろうっていう気にもなりますしね、まあ、そういう気持ち持ってね今後もちょっとねやっていきたいなと思います。はい、まあね今日はちょっとしたこういったぼやきでした。またねいろいろとこう思うことがあった時配信していきますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それではまた次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。